ニース駅でのプロバンス鉄道列車プロバンス鉄道はフランスのニースからディーニュレバンを結ぶ鉄道路線および道線を運行する鉄道会社のブランド名である。正式な路線名はニースディーニュ線であり運営会社の正式な社名は南フランス鉄道会社である。当初は軍事目的のために建設された。ニース・アントゥルボーの区間はバーール川が隣を流れている。 日曜日限定で蒸気機関車が運行される。フランスでは珍しい定期的に旅客営業を行う施設であり、また狂気の路線である。列車の多くはニースからコロマールあるいはプランデュバールまでの運転であり、全線を通して運転される列車は一日数往復である。全列車が各駅停車である。5月上旬から10月中旬までの日曜日、 限定で、ピュージェテニー駅、あの駅間で運行される列車である。この列車運行はボランティアで行われている。中には、鉄道愛好家の人もいる。この松ぼっくり列車の由来は、沿線にある松ぼっくりが取れるぐらいの速度で運行していてからである。SL データ。ありがとうございます。